はい、こんにちは。こっちですね。これもね、ヤトミンのそのミニカーのセットの中に入っていたやつで、ビートルです。まあ、ビートルはトミカにもあったじゃないかというツッコミがあるんですけど、まあ、ビドートミカに、トミカにあるんですけども、まあ、これはヤトミン製でしてね。で、ここにほら、ニコちゃんマークがあるんでしょ。昔ニコちゃんマークって流行ったよね、これね。パックマンとかさ、まあ、こういうの流行ったじゃん。で、そういうニコちゃんマークとかやってて、そういうね、のが、ついてるやつで、結構、私これね、可愛らしくて、で、結構これ好きで遊んでましたね。この笑顔の顔がまた面白くて、で、それで遊んでたんですよ。で、どんだけお前ビートル好きなんだってぐらいのビートル好きだったんですね。で、ビートルが好きで、で、当時ほら、フォルクスワーゲンのまあ、なんていうのかな、ピックアップトラックみたいなのがあるじゃないですか。よくサーファーが乗るトラックね、T2 とかってやつね。まあ、ワーゲンバスですね。まあ、あれも、後々あれいいなと思ったんだけど、そのまだ幼少期の時って、ワーゲンバスって確かに見たことはあるんだけど、それがなんて名前の車なのかも分かんなかったから、いいなと思ったんだけど、まあ、買って遊ぶというまでにはまだ至らなかったというか、もともとなんていう車種なのか分かんないことには、探すこともできなかったから、まあそういう悔しい思いというかしたことあったんですけどね。まあ後々になってそれがこういう名前だっていうのが分かって、集めたりなんかしますけども、まあ大体ワーゲンバスかこのビートルかどっちかでした。で、特にその当時は3歳ぐらい当時はビートルの方が強かった。後にワーゲンバスの感じも好きになってきたんだけど、まあどっちかというと当時はビートルの方がすごく好きなような記憶がありましたね。で、これもこれでこのニコちゃんマークが、まあ、さっきも言ったように書いていて、で、この前のポーズもね、こう書いてあって、ドデロクって書いてあって、それがまたね、キュって書いてあって、それがまた面白くてね、いいなっていう感じで、非常に、このヤトミンのミニカーって、まあ、中国製ってこともあるんでしょうけど、これ非常に作りが安っぽい作り方してるんだけど、まあその安っぽい作り方がまたなんか、面白みがあっていいなっていう感じでね、で、結構こう、遊んだりなんかした、そういう時代があって懐かしいなっていう感じでございましたね。というわけでどうもありがとうございました。